おはようございます。牧秀樹です。人間言語において、属格主語を許容する言語が相当数あります。例えば、モンゴル語です。この文を関係節にしてみます。属格主語が現れ、連体形になっています。同様に、主格主語も可能です。さて、研究課題です。人間言語において、属格主語を許容し、その各パターンと主語が共起する述語の同一性に関して、語に示す4種類の言語が存在するだろうか。このような。能覚性言語、対角言語、2種類あります。そして、述語が非同一の場合、そして同一の場合、この4通りが存在するかどうか、それを調査したいと思います。本調査では、このような言語を扱いたいと思います。それでは、データを見ていきたいと思います。まずは、能覚性言語で、述語が非同一のもの。それはウルドゥー語です。能覚性言語ですから、主語に特別な格助詞が現れます。ジョンネ。関係節を作ってみたいと思います。ジョンキ。そして、連体形のカレーディフィ。この際、能覚マーカーのネは出現できません。続きまして、対角言語で述語が非同一のもの。トルコ語です。8番は短文。これを関係節に変えます。そうしますと、主語は属格のみ。述語は連体形。主語に、主格を持ってくることができません。続きまして、対角言語で述語が同一のもの。すでに見ましたけれども、モンゴル語です。主語、関係節の中の主語、主格になっています。そして、述語は連体形。同様に、属格主語であっても可能で、そして、述語は同じ連体形です。そして、能覚性言語で述語が同一のもの。これまでこのような言語がなかなか見つかっていませんでしたけれども、本調査で美人語がこのような言語であるということが分かってきました。10の例を関係節化してみます。鼻が長い動物。鼻の長い動物。主語が、絶対格であっても、属格であっても、述語は連体形です。このことから、研究課題4に対して、それの回答は肯定的であるということが分かってきました。つまり、人間言語において、属格主語を許容し、その各パターンと主語が共起する述語の同一性に関して、次の4パターンが存在する、ということです。こうなりますと、属格主語はどのパターンでも出現するというわけですから、人間言語の根本的な性質の一つだということが分かってきます。さあ、これをもとに、日本語について考えてみたいと思います。古代日本語と現代日本語はどこに当てはまるのか。まず、こうですけれども、さることありけり。主格は音声がありません。そして終止形で終わっています。13番。ことどものありけること。属格の場合でしたら連体形。主格は現れることができません。では、現代日本語は15番。海が
静かな日、海の静かな日。述語は同じ連体形で、主格、属格ともに可能です。そうしますと、古代日本語はトルコ語のようなパターン、現代日本語はモンゴル語のようなパターンということになります。そうしますと、日本語は平安期以降に対角言語内で変化したということになりそうです。さらに、17と18を見ますと、奈良時代においても同様の例が存在することがわかります。そうしますと、奈良時代の日本語はトルコ語のような対角言語であったということになります。柳田仮説。平安初期に日本語は能格から対角システムへ移行した。これが柳田仮説ですけれども、先ほどのデータを見ますと、奈良時代にすでに日本語には対角言語の性質があったということになりそうです。ご清聴ありがとうございました。